こんにちは、キューブです。月末の週の土曜日というのはやっぱり大型商品の発売が重なることが多いですね。トランスフォーマーからもマスターピースのターゲットマスターが付属しているインフェルノのリペイント型であるアートファイヤー、そしてレジェンズからヘッドマスターに改められたギミックのパワーアップしたゴッドボンバーがついに発売されました。他にもですね、タカラトミー以外のメーカーから出た大型アイテムというのもいくつもあったんですが、その中で今回自分としては割と珍しいアイテムを買ったので、そちらをレビューしていきたいと思います。というわけで今回お見せするのはこちら、機動戦士ガンダム00シーズンセカンドよりバンダイメタルロボット魂ダブルオーライザー &GN ソード3です。いや、実はダブルオーライザーの決定版と呼べる立体物、何か一つ手に入れておきたいなと前々から思っていたんですよね。もう皆さんすっかりご存知だと思いますけど、歴代のガンダムの中でもダブルオーライザーは非常に人気の高い機体で、もうプラモデルだけでも HG、MG、RG、パーフェクトグレードともうあらゆるところから出ていて、完成品だけに限っても放送当時に発売されていたハイコンプロやロボット魂、それにメタルビルドなんかからも出ていますよね。もう本当にいくつ出てんのっていうぐらいたくさんあって、しかもそれらが微妙に少しずつプロポーションとかギミックが違っていて、どれが決定版なんだろうみたいなところがずっと決めきれなくて、なかなか一つに決めてこれを入手しようっていう風にならなかったんですよね。ですが今回ようやく商品の仕様、プロポーション、大きさ、そういったものがだいたいこれが自分に一番フィットしているんじゃないかなみたいなものがついに出たので、今回こちらメタルロボット魂でダブルオーライザーついに入手しました。ではまずパッケージから見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。メタルロボット魂というこのブランドは、まあ端的に言うとロボット魂の上位ブランドということですね。ダイキャスト成形の亜鉛合金のパーツを増やすことで重厚感や精密度なんかを高めたっていうブランドみたいです。というかですね、メタルのロボット魂ということで、こちらご覧ください。ロボット魂なんですが、ここに超合金のロゴも合わせて入っています。ただですね、その分お値段もなかなかお高くなっていて、こちらロボット魂の派生ブランドなんですが、なんと単品で 14,000 円超えというなかなかのお値段になっています。なおですね、ロボット魂というブランドはさすがに最近どれ買ってもちょっとお値段が高すぎて、もともとコレクション性のあるブランドだっていうところが形骸化していくことを若干危惧したのか、こちらのメタルロボット魂とは別に買いブランドのロボット魂 TRI というのも始まるみたいですね。こちらは普通のロボット魂に比べて何が省かれているのかちょっとわからないんですけど、価格がだいたい4000円台ぐらいになっていて、なかなか低く抑えられていて、どういう風になっているのか今から楽しみですね。ちなみにですね、もうほとんどの方がご存知で説明あんまりいらないかもしれないんですが、こちらのダブルオーライザーという機体はダブルオーガンダム、こちらの人型のモビルスーツですね、それにオーライザーと呼ばれる支援戦闘機、これが合体することで完成するこういう強化型のモビルスーツのことですね。ガンダムダブルオーという作品がどんな物語かを大体説明するとですね、ガンダムウィングにすでに詳しいという方がいらっしゃったら、ガンダムウィングとかと結構骨組みは近いですね。まあ一言で言うと、パワーバランスが崩れ始めた世界の戦争へ突入していく道筋を物理的に断つために、ある時突然天からテロリストを乗せたガンダムが降りてくるっていう感じの物語ですね。ダブルオーの作品世界におけるガンダムというのは、世界で一般的に量産されている軍用のモビルスーツとかに比べて2世代近く先の技術を言っている上に、乗っているパイロットも並の軍人ではとても歯が立たないような超習熟度の高いスーパーパイロットばかりで、もう戦場にガンダムが現れると数で圧倒してもまだ勝てないみたいな、そういう一騎当選の戦略級の兵器ですね。その強さの源となっているのが、ガンダムに共通で取り付けられているこの部分のパーツ。こちら、このコマを逆さにしたような独特のパーツは GN ドライブ、通称太陽炉と呼ばれていて、まあこれがガンダムの動力炉なんですけど、この太陽炉が理論的には永久機関である上に、しかもですね、地球圏の環境では絶対に量産できないという技術的なバックボーンを持っているせいで、絶対に敵軍に優位を取られることがないっていうチート動力炉なんですよね。まあ最終的には裏で技術情報がリークされてしまって、地球側もこの太陽炉に近い性能を持つ疑似太陽炉というのを作れるようになって、それほど大きな優位ではなくなってしまうんですけど、それでもこちらご覧ください。このダブルオーガンダムは両肩に炉がついていますよね。オリジナルの太陽炉を単機で2つ持っているというこの機体は他とは別格で、シーズン2の終盤になってもこのダブルオーを単機で圧倒するような機体はついに現れませんでしたね。でも実はこのダブルオーガンダムというモビルスーツに数が限られていて、非常に貴重なオリジナルの太陽炉が2つも与えられていることの真の理由は、モビルスーツとしての性能アップのためなんかじゃなくて、作品のテーマにも関わるある深遠な目的のためだったんですよね。それが何なのかについては、ぜひ作品をご覧になって確かめてみてください。
では開けていきましょう。箱から中身を出してみるとこんな感じ。付属品がめちゃくちゃたくさんついていますね。インナーは二重底になっていて、下の方にはご覧ください、こういう凝ったデザインの施されたディスプレイスタンドがついています。中身を取り出して並べてみるとこんな感じ。やっぱり点数がかなりありますね。まずスタンドとスタンド用の支柱、ダブルオーガンダム本体とオーライザー本体、それから GN ソード2が2つに、この2つをつなげてランス持ちにする時の連結グリップが1つ、それからそれ用のエフェクトパーツが2つに、 GN ソード3、 GN ソード3のエフェクトパーツ、そして交換手首は2種2組ですね。さらに GN ビームサーベルが2つとそれぞれのブレードパーツ、 GN シールドが2つ、ここにあるのは全部スタンド取り付け用の接続パーツですね。それと説明書。ではまず最初にスタンドを組み立てていきましょう。今回のレビューはですね、全面的にこちらのスタンドに飾る形でお見せしたいと思います。というのもダブルオーガンダムははっきり言って劇中で2本の足で地面を踏みしめて立ってるシーンなんてほとんどなかったですからね。まあ組み立てといってもこの支柱を取り付けるっていうだけなんですけど、これがですね、その一点に関してもなかなか凝っていて、ここご覧ください、取り付けの穴これなんですけど、同じ色のパーツで埋まっていますよね。そうなんです、実はこの支柱を使わずにただ単に上に置くだけみたいな飾り方をする場合に、このエンブレムが欠けてしまうことのないように、同じ色が塗られたパーツを下から当ててあって、取り付ける時以外はそれで埋められるようになっているんですよね。これなかなか凝ってますね。でこのパーツを外す場合はあまり先の尖っていないもので、こういう風に上から押してやると下から抜けるので、この穴に支柱のこちら側を取り付け、はい、これで完成ですね。根元の部分と接続ポイントのすぐ下がこういう風にラチェットで気持ちよく稼働するようになっています。ではまずこのダブルオーガンダム本体の方を付属品を取り付けて標準装備の状態にしていきましょう。まずリアスカートを下から見た時、ここにある GN ビームサーベル2本のそれぞれの取り付けピン、ここにグリップパーツをこういう角度で取り付けていきます。はい、こんな感じですね。こういう尻尾のような角度で腰の後ろ側にグリップが来るっていうガンダムもなかなか珍しいですね。ちなみにこのビームサーベルグリップは当然ながら本体に取り付けるためのこの穴に代わりにエフェクトパーツを差し込むことで、こういう風に刃を出している状態のビームサーベルにすることもできます。はい、ビームサーベルだけを取り付けたこの状態がおそらく最小装備ですね。一番最初に発表された設定画がこの武装だったので、意外とこのシルエットで記憶に残っている方多いんじゃないかと思います。ではこのモビルスーツの状態でスタンドに取り付けていきます。ダブルオーガンダムにスタンドを取り付ける場合にはこちらの Y 型のアダプターを使います。またブロックを後ろから見るとこの部分の左右に若干欠けがあって、ここにアダプターがはまるようになってるんですよね。というか下から見てみると分かりますけど、また下のブロック全部ダイキャストですね。かなりすごい見た目になっています。スタンドの先端部にこの穴を取り付け、はい、取り付けるとこんな感じになります。ではスタイルを見ていきましょう。いやいいですね、非常にかっこいいと思います。精密さとケレン味が同居していて、いかにもあの劇中のダブルオーガンダムっていう感じですね。ただですね、プロポーションに関して設定画寄りとかプラモデルのプロポーション準拠みたいな感じではなく、アニメの作画準拠みたいなアニメ寄りのプロポーションに少し寄せてある感じがしますね。ダブルオーに限らずロボット魂で出るガンダム系って最近アニメの劇中に寄せてあるものが多いですけど、これも一応その系譜っていうことみたいです。特にこの肩とか胴体の脇腹あたりとかに関する面取りやバランス感は完全にアニメ寄りっていうのが強く出てると思いますね。ですが個人的にはこういうアニメに寄せてある感じのアニメっぽいバランス感や面取りみたいなもの大好きなんで大歓迎ですね。例えばフリーダムガンダムとかで言うと、個人的にはですね、プラモデルのどれよりも最近出たロボット魂のあの超アニメっぽいあれが一番好きですからね。なので今回のダブルオーも大満足です。そして今回のこのメタルロボット魂版のもう一つの特徴が、まあメタルロボット魂のブランドの特徴でもあるんですが、全体のこういう色のついているパーツがほぼ全塗装になっていて、こういう普通だとグレーとかシルバーで処理される関節のパーツがほぼ全部ダイキャスト成形の亜鉛合金になっているっていうところですね。塗装に関しては、まあこの GN ドライブの取り外せるこの辺りの部分だけちょっと例外みたいですけど、それ以外の部分はこういったブルーとかホワイトとか、普通なら絶対成型色で処理されるだろうみたいな部分に関してもガチで全塗装になっていて、すべてマットな質感になっていて非常に高級感がありますね。
こういった脇腹の赤や腰パーツの赤、つま先の赤なんかに関しても全部赤いパーツの上から赤の塗装が施されていて、全塗装のマットな質感になっています。というかですね、この赤が普通のロボット魂によく使われるような完全なキャラクターレッドではなくて、一段沈んだ感じの若干落ち着いたレッドになっているんですよね。これが高級感に一層貢献していますね。関節の横にはまっているこういうクリスタル状のパーツ、これも全部ちゃんとクリアパーツですね。足のものや腕のものはもちろんのこと、顔も実は結構クリスタルパーツが多いんですけど、細かいところまで、こういう後ろから見えるところまで全部クリアパーツになっています。そしてさらに設定通り、この額の部分の赤いパーツ、00はこの部分も半透明の赤になっているんですけど、こちらも赤のクリアパーツになっていますね。さらに各部、こういったところにうるさくない程度にコーションマークやいろいろなマーキングが入っています。この部分にはものすごい小さいんですが、ソレスタルビーイングのエンブレムもプリントされていますね。そして額のこの赤いパーツには設定通り00の字が浮き出ていて、この00の字めちゃくちゃ小さいんですけど、紛れもなく00と読めますね。ものすごい細かいですね。頭部の造形に関しても、全身のプロポーションがそうであるように、若干アニメ寄りの造形であるような印象を受けますね。そしてこの4本の角、非常にシャープでよくできているんですが、これ硬質パーツの上に予備パーツは入っていないので、まあ長い角ではないので干渉することそれほどないとは思うんですが、扱いは注意ですね。ではたくさんのパーツを取り付けていく前に、この素体の状態で一回可動を見ておくことにしましょう。まず頭部、非常に柔軟に動きますね。ちょっと映像だと小さくて分かりづらいと思うんですが、頭部側と胴体側の両方にボールジョイントがある、ダブルボールジョイントになっているので、前後の座りの調節とかに至るまで非常に柔軟に動かすことができます。ご覧ください、頭の後ろ側の装甲が深く切れているみたいなことは特にないんですが、ダブルジョイントを活かすことでこんなに上向けることができます。これ驚きの構造ですね。顎を引くことに関してもこんな風に顔が見えなくなるぐらいまで下を向けることができます。そして肩の可動は00の非常に特徴的な部分ですね。こちらの GN ドライブバインダーと中の肩ブロックは完全に独立していて、バインダーはこういう風にバックパック側に接続される感じになっています。まずこのバインダーは GN ドライブの取り付け部分が完全に水平まで起きるほか、このアームでこちら側に行くようになっていますね。そしてこの部分が軸可動で動くようになっています。全部を活かすとこんな角度まで跳ね上げることができるようになっています。ものすごい柔軟ですね。逆にこんな風にフロント側に被せるようにすることもできます。次にバインダーの下にあるこの肩ブロックの可動、ここもめちゃくちゃ柔軟ですね。まず垂直にも優に360度回りますし、肩走行の下から水平にも上がります。水平にも上がりますというか、横側からでも垂直に近いぐらいまで上がりますね。そしてこちらご覧ください。もうこれ最近ガンダムの高価格帯のアイテムでは常識になりつつありますけど、このぐらい関節を引き出すことができるので前後のスイングもつけられますね。こんな風に肩アーマーの真下が正面から見えるみたいな驚きの角度まで腕を動かすことができます。そして肩関節のすぐ下で縦ロール、肘関節は単関節なんですがかなり深く曲げることができますね。そして実は次手首と行きたいところなんですが、手首の手前にもう一つ可動があって、前腕部分の曲げ伸ばしに関するニュアンスをつけるためにここにこういう可動がついています。こんなところに可動があるおもちゃなかなかないですね。そして手首、ここも付け替えを前提に別パーツになっているので非常に柔軟ですね。ボールジョイント接続になっているのでかなりグリグリ動かすことができます。次に胴体の可動もすごいですね。まず腰が回るなんていうのはもう当たり前の話で、前後屈伸、この赤いパーツと腰の間、それからこの赤いパーツと上の胸パーツの間の2段で前後に屈伸できるようになっていて、こんな感じで大きく曲がりますね。屈伸は後ろ方向にも相当行くようになっていて、実は関節の可動構造的にはもっと行くようになっているんですが、ご覧ください、腰のリアスカートが結構高い位置まで上がっているので、小さいバックパックとでもあまり屈伸させると当たってしまうので、まあ伸ばす方向はこのぐらいまでっていう感じですかね。そしてさらには横屈伸、ご覧ください、ありえないぐらいまで横に屈伸しますね。こういう風に伸びると3段目が引き出されるようになっていて、完全に不自然な感じにならずに横屈伸が深くつくようになっています。次に股関節もすごい柔軟ですね。股関節一見すると足に結構密着するような近い位置に割とアーマー類があるので、そういったものが可動の邪魔になるんじゃないかと思えてしまいますが、これがですねすごい構造になっていて、まずサイドアーマー、これはですね接続がボールジョイントになっているので上げることができるようになっています。次にフロントスカート、これもともと足に被っている造形ではないので、このままでも足の可動それほど制約していないんですが、なんとこちら
ここでこういうふうに角度を変えられるようになっているんですよね。なので縦膝をつけたりするとき、単に可動の邪魔にならないようにするだけではなく、胴体の屈伸の見え方なんかを自然にすることに使えますね。これこんな可動するおもちゃあんまり見たことないですね。そしておそらく一番邪魔になるんではないかと皆さんが思っているであろうこちらのビームサーベル、これはですね、こういう風に水平まで付け根を上げることができるので全く邪魔になりません。というかこれ可動をつけたというか、劇中でもビームサーベルを抜くときこういう風に横まで上げて横向きに引き抜いてることありましたね。でこういう風に各部をどかしてみると、もう前にも後ろにも余裕で90度上がるほか、水平方向にもご覧ください、嘘でしょっていうぐらいまで上がりますね。しかもですね、今お見せした可動は全部この足側の可動箇所によって実現しているんですが、股関節はこの関節だけではなく股関側にもう一つ関節が入っていて二重ジョイントになっているんですよね。なので足のついている位置自体を若干上下させることができたり、もう股関節の柔軟さ異常ですね。そして股関節のすぐ下で縦ロール、次に膝関節も驚きの構造なんですよね。まずどこまで曲がるかに関してですが、二重関節ではないのでまあこのぐらいですね。でもまあ90度以上曲がっているんで十分な感じですけど、注目するポイントはここですね。今ご覧になったでしょうか。なんとですね、足を曲げていくと太ももの前側にあったパーツがこういう風にメカニカルに追従してスライドしてくることで、ロボット特有の足を曲げると前がバックリ開いてしまうっていうのがないように防ぐ感じになってるんですよね。これ驚きの構造ですね。しかも足このぐらいまで曲がれば十分だって言いましたけど、実はもっと曲げることができるんですよね。ここの部分ご覧ください。すねの中間あたりにもう一つ曲がる箇所があって、ここを曲げていくことでこんな風にぴったりと正座足にすることができるようになっています。これすごいですね。こういう風に伸ばしていくとデザイン上はかなりふくらはぎが高く立っているんですが、こんな形の足でありながら2箇所で曲げることによってこういうぴったりとした正座足にすることができるようになっています。実は00はマスターグレードとかの高価格帯のプラモデルでも足正座型にできるんですが、そちらはですね、若干足がコの字に曲がるというか、人間の正座とはちょっと違う感じの曲がり方になっていたんですよね。でもこちらは完全に構造が見直されていて、というかいくつ00を作ったんだっていうくらいたくさん作ったんで、そういったところにも技術の蓄積があったんでしょうね。こんな形の足でありながらプラモデル版とは違って吸い付くような正座ができるようになっています。これすごいですね。最後に足首の可動なんですが、もうこの映像だけで何をか言わんやっていう感じですね。左右角が異常なぐらいつくようになっていて、こんなに水平に近いぐらいまで股を開いてもまだ足が水平に接地します。もちろん足首自体もボールジョイント的な接続になっていますし、つま先側だけを独立して深く曲げることもできるようになっています。めちゃくちゃ柔軟な可動をフル活用することで、ご覧ください、こんな風にコサックダンスかよみたいなポーズまで撮らせることができます。これ足の部分も格闘漫画でしか見かけないようなものすごい開いた縦膝になってるんですけど、圧巻なのはこの腕ですね。ご覧ください、腕を組んでいるかのように見えるわけじゃなく完全な腕組みですね。反対側の腕の肘と前腕の間の隙間に手首を入れるっていうポーズが完全にできるようになっていて、腕組みらしきものではなく腕組みですね。これは見たことないですね。チャンネルキューブ史上初のポージングだと思います。では改めて背面のビームサーベル以外にもう一段装備を追加していきましょう。 GN ソード2と GN シールドを取り付けていきます。まず GN ソード2、こちらのサイドスカートの横の部分に縦型のスリットがあるのがわかるでしょうか。そこにこちらを取り付けていくんですが、クリアパーツが下向きになります。取り付けジョイントにこちらもこういう平型のピンがあるのでこんな感じになりますね。取り付けると斜め後ろ側にこういう風に降りる感じになります。反対側もクリアパーツを下向きにして取り付け。次にシールドですが、こちら当然シールドなので手に取り付けることもできるんですが、この GN ドライブのバインダーの下に取り付けることもできるようになっていて、こんな感じですね。反対側も取り付け。はい、取り付けるとこんな感じになります。ではこの状態でも改めてスタイルを見ていくことにしましょう。この GN ソード2や GN シールドを取り付けて各部の突起物が長くなり始めると、いよいよ00の本領発揮っていう感じがしてきますね。ちなみにシールドはこの先端のブレードの部分が劇中同様こういう風に伸びて展開するようになっているので、裏のこの部分を使ってこんな風に両手の前腕の甲側につけて格闘武器のように装備させることもできるほか、
ブレードを縮めるとシールドの後ろ側がこういう風に出るようになっていて、ここ今片側だけ突起が出ていますよね。もう片方のシールドも縮めるとこういう風に片側だけ突起が出ているので、互い違いにこれを合わせることで、ご覧ください、こんな風に連結させて大型のシールドにすることもできるようになっています。そして GN ソード2、こちらも見ていただくとわかるんですが、あまり大きくないながら結構たくさんのパーツで作られていることがわかると思います。こちらにも劇中同様のギミックがあって、まずこの青い部分を起こして、さらにこのグリップの部分を引き上げて、この部分だけを倒すとですね、ご覧の通りガンモードにすることができるようになっています。もちろんこのグリップは拳に持たせることが可能ですね。さらにこのブレードの部分ですね、冒頭でお見せしたこちらのエフェクトパーツを十字にかませて、こんな感じに延長することもできるようになっています。しかも GN ソード2にはまだギミックがあってですね、 GN ソード2は2本ついてくるんですが、こちらの連結グリップをグリップの先端に取り付けることによって、ご覧ください、こんな感じで2つをつなげてランス状の武器にすることができるようになっています。両側のブレードにそれぞれエフェクトパーツをつけたこの完全な全長はですね、測ってみたんですが40センチ近いですね。もう長さ00本体と比べてこうですからね。今ご紹介した多様な武器のギミックに本体の柔軟な可動を活かすと、こんな感じのポーズをつけてディスプレイすることもできるようになっています。いよいよこのアイテムの本領が発揮されてきた感じですね。なお手首の付け替えですが、一番最初デフォルトで組み付けられているのはこちらの握り拳、何も握らせることができない固く握り込んだ握り手ですね。付け替えに関してはボールジョイントで普通に引っ張ってこういう風に外して、別の手を同じように差し込んで取り付けます。こちらは同じ握り手なんですが、物を持たせる時の握り拳ですね。指が軟質でできていて稼働するわけではないんですが、この指の柔軟さによって色々な物を持たせることができます。もう一種類はこちらの平手パーツですね。何かを持たせたりすることはできないんですが、開いている指の角度にそれぞれ差がつけられていて、自然な開き手になっていてポーズ付けに貢献します。ちなみに言うとですね、この手首の接続部分、先端のこの接続部分自体もボールになっていて、ここでも角度がつくんですが、それと同時にですね、この先端の後ろ側にある大きめのボール、これも実はボールジョイントのような稼働するようになっていて、取り付けた後回転の角度は先端のボール、それ以外の角度付けに関しては後ろのボールで行うみたいになっています。ここも要するに講義の二重関節みたいなもんですね。これなかなかすごい構造ですね。さて、では最後の武装を取り付けて最終形態にしていきましょう。今回こちらのダブルオーガンダムをご紹介しているのは、ただ単にかっこいいからというだけではなくて、ちゃんと変形合体のギミックもあるからなんですよね。というわけでこちら、いよいよオーライザーを取り付けていきます。ではまずオーライザー単体から見ていきましょう。箱に入っている状態だと、この部分のパーツが全て倒れるようになっているんですが、ここを全て起こして、劇中だとこういう姿ですね。なお、ランディングギア的なものはありません。ただ単に置くだけですね。ちなみにコクピットの部分はこういう風にクリアパーツで作られているんですが、中は全部メカが入っていますね。このオーライザーは、まあ一言で言うと、ダブルオーガンダムの粒子量の保管を目的とした空飛ぶ燃料タンクみたいな存在として当初は計画されたんですよね。というかですね、ダブルオーガンダムは永久機関を一人で二つ持っているみたいな規格外の機体なんで、本来計画通りのスペックを発揮していれば粒子の補給なんて全く必要ない機体なんですが、二つの太陽炉のシンクロというのが技術的に非常に困難で、なかなか安定しなくて、やむなくこれを建造することになったんですよね。ところがここでも予定外が起きて、本来補給の目的で合体させるはずだったこのオーライザーを実際に合体させてみたら、なんとそれによってツインドライブが安定するようになってしまって、次回からこちらのオーライザーはダブルオーガンダムのデフォルトの装備にしようってことになるんですよね。ですが母艦のプトレマイオスにはこんな大きいものを常時つけたままで格納できる計画になってなかったせいで、中に入んないよってことになって、仕方なく次回からコックピットつけて友人で別々に飛ばして敵前で野戦合体するっていうスーパーロボットみたいな運用しないといけなくなって、なかなか苦慮してましたね。このオーライザーのコックピットに登場するのはサジ・クロスロードっていう少年で、まあこのオーライザーに乗るまで別に軍務とかに関わったことがなかった少年なんですが、オーライザーはですね、構造的にダブルオーガンダムに合体した後コックピットだけ外れて逃げるみたいにはなってないんですよね。なのでこれが合体することでフルスペックを発揮したダブルオーガンダムに戦闘が終わるまで乗ったままになるんですよね。サジ君としてはですね、宇宙最速の絶叫マシンに後ろ向きに乗ってるみたいな状況が戦闘が始まるたびに毎回始まるっていう感じになっていて、劇中でも実際にサジ君がコックピットの中でものすごい G に耐えながらうおーとか苦悶の声を上げてるカットがいくつもありましたね。あれちょっと面白い感じでしたね。
番組側でも少し意識していたのか、戦闘が回数重なるたびにサジ君がその苦悶の声を上げるカットは徐々に減っていったんですが、途中から全くなくなってしまったせいで、あまりにサジ君の影が薄くなって、ネットとかではもしかするとサジクロスロードはトランザムがコールされると量子化していなくなるのではないかみたいなことを書かれていたりとかして、それはそれで逆に面白い感じになっていたりもしましたね。さて、こちらのオーライザーも単独で台座に取り付けることができます。機体底面を見てみると、この部分に実は三方にちょっとした溝があって、ここにこのオーライザー専用の爪をかませることで、こんな感じで台座に取り付けることができます。一度全体の見た目を確認しておきましょう。単独での見た目は、こんな感じ。そして実はオーライザーは機体の底面にこちら GN ソード3、これを合体させることもできるようになっています。 GN ソード3のこの辺りの部分にあるくぼみにこちらのジョイントを取り付けて、先ほど台座用のアダプターを取り付けていたのと同じ箇所に取り付け、こんな感じに合体できます。しかもですね、こちらの底面に来た GN ソード3にさらにこちらのパーツを取り付けることで、 GN ソード3がドッキングした状態でもスタンドにディスプレイできるようになっています。これ考えられてますね。さて、ではいよいよダブルオーガンダムに合体させていきましょう。オーライザーが合体するのはこの背面バックパックの部分と両肩の GN ドライブの部分ですね。まずはこのシールドがついている場合は GN ドライブの下から外しておきます。ダブルオーガンダムのこのバックパックの一番センターの部分、ここが蓋状に開くようになっていて、ここを開きます。次にこのオーライザーからこちらのサイドの部分を取り外します。そうしたら機体の後ろ側を伸ばして、さらにここを傾け、ここも倒すと、ご覧ください、ここに合体用のピンが現れます。そうしたら先ほどのダブルオーガンダムのバックパックにこういう向きで合体させます。先ほど開いた中央のジョイントも使うんですが、この左右に見えている縦型のスリット、こちらもジョイントとして3つの点で接続します。こんな感じになりますね。そうしたら次に先ほどオーライザーの左右から取り外したこのバインダーをこちらの GN シールドがついていた部分に取り付けます。ただついていた部分に取り付けはするんですが、使うジョイントは違っていて、バインダーのこの部分に小さい突起があるのがわかるでしょうか。こちらを GN ドライブの下向きの溝、ここに取り付けていきます。ちなみに GN ドライブの下側の溝はご覧いただいてお分かりの通り、真下向きではなく少しだけ後ろへ向いていますよね。ですがこれで正しい位置ですね。GN ドライブは回せるようになっているんですが、この位置で止まるようにクリックが切られています。この溝の中に取り付け、先ほどシールドを取り付けるときに使っていた穴は隠れはするんですが、そこにはジョイントは何もはまりませんね。反対側にも同様に取り付け、そうしたらここをこういう風に少し開くことができます。この部分のウィングもちょっとだけこういう風に開けますね。可動範囲的にはこんな真横まで上がるんですが、まあニュアンス的にはこのぐらいがいい感じですかね。実はこの部分もちょっと調整できたりします。ちなみにこちらの GN シールドは肩から取り外した後、動画の中盤でご紹介した腕に取り付けるやり方でつけておいてもいいんですが、実はこのオーライザーのバインダーのここにも溝があるので、この外側へさらにこれを取り付けることができて、取り付けるとこんな感じになりますね。今バインダーだけ外してあるんですが、この GN シールドはがっちりはまってくれるのはいいんですが、取り付けが若干硬いので、ダブルオーライザーを組み上げてしまった状態でさらに上から取り付けようとすると、どこを押さえたらいいかみたいなちょっと扱いづらい部分が出てくると思うので、バインダーだけ一旦取り外して単品で取り付けてから戻すってやった方がいいと思いますね。そして最後にこちら GN ソード3を取り付けていきます。一見デザイン上これが上向きと思えてしまうんですが、取り付ける向きはこうなんですよね。逆手で握るような形で取り付けます。後ろのこの部分がこういう風に上向きへ開くようになっていて、ここに現れるグリップにこちら物を握るタイプの拳を取り付けます。こんな感じですね。このぐらいの角度まで下ろして、この状態で拳ごと腕に取り付けるという風にした方がやりやすいと思います。ちなみに当然劇中通り、この刃の部分はここで折ってこういう風に収納状態にすることもできます。こちらの上腕の天面部分に角型の穴があって、これに合う感じのピンがグリップの裏側についています。なのでまず手首を中につけた拳に接続して、その後でこのグリップの裏側の穴を合わせるという2段階の固定。そうしたらグリップを完全に閉じます。そうするとこの青いパーツが腕の形に合うようになりますね。はい、これで全ての武装が取り付け完了しました。いかがでしょうか。ではこちらのブレードを伸ばしてスタンドに取り付けてみることにしましょう。はい、ついにフル装備状態になりました。というわけでダブルオーライザープラス GN ソード3形態です。
ではスタイルを見ていくことにしましょう。いやー、ついに完成しましたね。いかがでしょうか。個人的には期待通りのかっこよさで大満足です。まあさすがにメタルロボット魂ということで、なかなかに重量があるので、機体をフル装備にすると重さがあって、スタンドの支持アームが若干プルプルする感じになるんですけど、これはまあ重さのある超合金アイテムではいつも起きることなので、それほど気にならないですかね。ただアームはプルプルするんですけど、本体は全然重さに負けている箇所なんかはなくて、きっちりこの状態で固定されていますね。肩のバインダーなんか相当大型な部分を小さなジョイントで受けているんですが、この部分に関しても渋みが負けたりすることなく、がっちりこの姿のまま固定できます。ただですね、こちら1万4000円とかするアイテムなので、ロボット魂の派生ブランドとはいえ、もう一歩踏み込んで欲しかったなと思えるところがあって、どこかというと変形合体のギミックに関してですね。オーライザーというのは本当は3つに分かれて、こことこことここに分離合体するわけではなくて、合体の時点では分離していなくて、完全に合体が終わってから各部へ移動する形で分離するんですよね。なので最初から3つに分けて合体させなければいけないっていうギミックはちょっと劇中と違っていて、そこだけもう一歩うまくできてると良かったですね。というかダブルオーライザーって本当に無数に立体化されてますけど、アニメの劇中と全く同じように、この GN ドライブを両方後ろ向きにして合体してからセパレートして左右へ運ばれるっていうプロセスが再現できてるダブルオーってあるんですかね。パーフェクトグレードとかだとさすがに再現できてるんですかね。もし再現できてるダブルオーがどれかとかご存知の方がいらしたら、下のコメントで教えていただけると嬉しいです。なお、オーライザーの肩に合体させる部分に関しては、GN ドライブ自体が回転する上に、GN ドライブに空いている3つの穴、どれにも取り付けることができるので、こういう風に本体に対して上へ跳ね上げたような角度をつけることもできます。このバインダーを肩に取り付けるときに、バインダー側についている突起が非常に小さくて、取り付けが若干強度的に不安だなと思った方いらっしゃるかもしれませんが、GN ドライブのみに対して取り付けられることによって、こういう風に角度がつけられるようになるので、取り付けのピンが小さくなるのは仕方ないんですよね。ですが取り付けピンは小さいは小さいんですが、 POM っぽい感じの手触りの軟質パーツになっているので、強度的にはかなりあると思いますね。とりあえずいじっていて不安な感じはありませんでした。ちなみにこちらの機体は名前をダブルオーライザーというんですが、ガンダムダブルオーライザーとかダブルオーライザーガンダムということではなく、ガンダムというフレーズが入っていないダブルオーライザーで正式名称になります。これはですね、劇中でも少し説明があるんですが、もはや兵器としてのガンダムの規格を逸脱しているので、ガンダムというフレーズが省かれた名前になります。ちなみにこちらのダブルオーガンダムも、この GN ソード3まで含めると、ビームサーベルが2本、 GN シールド用のブレードが2本、それから GN ソード2が2本に GN ソード3も加わって、エクシアと同じ7ソードになるんですよね。そしてこちらの GN ソード3は、もともとブレード部分の周りにこういうクリアパーツがあるんですが、その上からさらにこちらの大型のビームエフェクトをつけることができます。取り付ける向きはこうですね。ピン4本でかなりガッチリはまる感じになります。エフェクトパーツを取り付けるとこんな感じになります。かなり長いブレードが分厚いプラスチック2層になるので、そこそこ重さが出るんですけど、腕の関節はそれに全く負けていませんね。今このブレードがこういう風に横向きに上がっているのは、肘関節の渋みだけによって上がっているんですけど、全く負けてなくてきちんと固定できています。さてここまで相当たくさんの付属品やギミックをご紹介してきたんですが、ではここまでご紹介してきたそれらを活かしてポーズショットをつけてみることにしましょう。ポーズをつけてみるとこんな感じ。いやー、本当に超絶可動な上に、可動する部分の先端に長い突起物があったりするんで、ポーズ付けめちゃくちゃ決まりまくりますね。
ポーズをつけて劇中のいろんなシーンを再現したり、かっこいいポーズで飾ったりみたいなことが、こういったホビーの主な楽しみ方だっていう方は、これはめちゃくちゃおすすめですね。多分すごい楽しいと思います。さて、では最後に大きさを比較して終わることにしましょう。こちら、いつも出している12分の1のネゴシエーターと並べてみるとこのぐらいの感じ。そうなんです、こちら情報量が非常に多いので単品で見ているとあんまり大きさ意識しないんですが、ネゴシエーターと比べた時、頭の高さでは頭1個ぐらい小さいですよね。あんまり大きさないんですが、まあそれでもですね、メタルロボット魂ということで、一般的なロボット魂のサイズではあります。あと他にはですね、自分実は144分の1のガンプラってほとんど作らないのであんまり比べられるものがないんですが、知名度が高いものとしてもう一つこれと並べておきましょう。毎年出る仮面ライダーのフィギュアシリーズの大きさ、こちらゴーストチェンジシリーズのネクロもですね、これと並べてみてもやっぱりこちらの方が頭1個ぐらい小さいですね。やっぱり6インチのフィギュアと並べるとそれよりは少し小さいぐらいの感じです。標準的なデラックスクラスのトランスフォーマーの大きさであるこちらユナイトウォリアーズのトリックダイヤと並べてみるとこのぐらいの感じ。頭の高さ、頭半分ぐらいこちらの方が大きいっていうイメージですね。それに加えてこれだけたくさんの装備が乗っているので、大きさのイメージ的にはデラックスクラスのトランスフォーマーと比べるともう全然大きいと思います。以上、チャンネルキューブとしてはレアなガンダムのハイエージホビーのレビュー、バンダイメタルロボット魂ダブルオーライザープラス GN ソード3のレビュー、いかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回のメタルロボット魂ダブルオーライザーのレビューいかがだったでしょうか。ガンダムに関してなぜ自分がほとんどレビューしないかというと、単純に持っているアイテムの数が少ないからで、なぜ少ないかというと変形しないからですね。ガンダムという作品自体が嫌いなわけでは全然なくて、普通に鉄血とかも楽しみに毎週見ていたんですが、モビルスーツの立体物を買ったかと言われるとフラグロスしか買わなかったぐらいの感じですね。あと決まりストルーパーも買いましたかね。あれも一応変形しますからね。まあ自分は変形クレイジーなので、ガンダム関係の立体物を買う時であっても変形するか、それに関する再現度がどのくらいかみたいなことが購入動機の8割ぐらいを占めるんですが、皆さんの中にはそういったことと無関係にかっこいいかどうかでガンプラ買ってらっしゃるっていう方たくさんいらっしゃると思います。というわけで今回はそういったガンダム関連に関して皆さんに伺いたいと思います。皆さんはガンダムのメカの立体物で一番最近買ったものって何でしょうか。完成品でも組み立てるものでも構いません。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、まあ本当の直近はもちろんこれなんですが、これの一つ前ということになるとですね、ガンダムと言えるかちょっとわからないんですが、スーパーフミナのエンジェルバージョンみたいなやつですかね。ただあれはさすがにちょっとモビルスーツに数えづらいと思うので、モビルスーツ関連で一番最近というとですね、プレバン限定の RE の100分の1リバウですかね。あれも完全に変形を理由に買いましたけど、ですね、あれに関してはバウの方は買わなかったんですよね。なぜかというと HG にも実はリバウってあったんですけど、リバウはですね、加藤木はじめさんの書かれた設定画がバウと基本ほとんど同じはずなんですけど、プロポーションが結構違っていて、設定上同じような機体なのに同じプロポーションで作ると絵の再現にならないっていう、ちょっとねじれた感じになってるややこしい機体だったんですが、RE の方は完全にその加藤木工のリバウデザインに即したプロポーションになっていて、ついに理想的なリバウが出たということで自分はあのリバウを購入しました。もうあれ届いたの結構前ですけど、あれがでも直近とかだと思いますね。皆さんはガンダムのメカの立体物で一番最近購入したもの何でしょうか。組み立てるものでも完成品でも結構ですので、ご意見お待ちしています。